病院の待合室にて、お母さんと2歳くらいの女の子。お母さんは、地方情報誌の桜特集を見ていた。子、ああ。母、綺麗だね。子、嬉しそうに、桜。母、うんうん、桜。子、桜。母、桜だよ、さ、く、ら。子、桜。母、惜しいな、もうちょっとだね。子、釈礼。母、なんでよ。燃え死ぬかと思った。